ラテン語にレオっていうライオンを表す言葉があるよ。というわけで今日は西武レオライナー元井西武山口線に乗っていくよ。で今西武狭山線を西武球場前駅で乗り換えて連絡通路を通ってるよ。途中駅に西武園遊園地駅を構えるだいぶ観光色の濃い路線。なんならこの通路も地方の遊園地につながる通路感がして少しワクワクしてる。いたいた、これがレオライナーの8500系。ここ数年山手線を含む鉄道界で話題の SDGs、 そのラッピングが施された車両だ。本来の色はさっきの緑じゃなく、こっちの豆腐みたいな色の方。車番がスカートに書かれてる。あんま見ない書き方だね。地味にトップナンバー。それともう1編成の計算編成がいるんだけど、その編成はまた後で解説するね。やーばい、発車するる。みんなは時間にゆとりを持とうね。車内はオールボックスシート。座り心地は 205T に近い気がする。さすが 205T と同じ年にデビューした車両。路線の特性上大混雑することもあるけど、基本結構ガラガラで余裕で座れるよ。じゃ、3面6線のホームを構える西武狭山線を横目に西武球場前発車。この電車は浜久行きです。次は西武園遊園地。西武園遊園地でございます。西武園遊園地菊水亭でお入れのお客様は次の駅でお降りください。This train is bound for Tamako. The next station is Seibu NUH. ちょい反射が怖かったから席移動。車庫が見えたところでそろそろ説明。西武山口線、別名レオライナーは西武球場前と多摩湖を結ぶ 2.8 キロ3駅の路線。去年のダイヤ改正で駅名が変わったよ。西武遊園地駅は多摩湖駅に、遊園地西駅は西武園遊園地駅に。路線名は所沢市の地名由来だよ。 JR 西日本にも SL を走らせていることで有名な山口線はあるけど、今回はそれとは別。ただこの西武山口線の方にも SL が走ったことはあるよ。新交通システムの基上上を SL が走るなんて信じられないって。これは新交通システムが敷かれるより前の山口線に話が変わるよ。その昔、山口線はおとぎ電車と呼ばれていて、機関車が走るアトラクションみたいな形だったよ。今の西武球場前からもっと西、ユネスコ村ってテーマパークまで線路を伸ばして、途中から SL を導入して人気を博していた路線だったんだよ。でも老朽化とか路線網の改善とかを目的に1984年の5月に山口線は一旦お休み。それからもろもろの整備をして1985年の4月に今の山口線に生まれ変わったよ。西武球場前へのアクセスもバッチリに。昔懐かしの SL から近未来的な新交通システムに変貌するなんてなかなか粋な路線だよね。都会的なシステムなのに多摩湖沿いの大自然を走るギャップもまた面白い。大手私鉄が経営する唯一の新交通システムはこんなにも面白かった。新交通システムのメリットは静かだとか揺れが少ないだとかいろいろあるけど、レオライナーの場合カーブに強いという特徴が大きく生かされているよ。なんか聞こえてきた。西武園遊園地のグランドオープンに伴って全編成時間限定で流し始めたオリジナル PR 放送だ。でと、レオライナーの選定ははっきり言って直線区間を見つける方が難しいんだけど、新交通システムのちっちゃな車体は小回りが利くから新交通システムなら最適。でも大手私鉄とはいえレオライナーは少し閑静な位置を走るからか平日もと休日も基本20分間隔。でも西武球場前での野球開催日とかにぎわいそうなシーズンには増便されるよ。というか土休日は大体増便されてるよ。いつもは20分間隔だけど最短10分間隔に。この時普段1編成だけなのを3編成にして単線をうまくやりくりして行き違いをするよ。駅間が偏っていて途中駅で行き違いはできないから西武園遊園地の手前でって言ってから来たね。8521編成、1960年代の西武線の車両の色を模したラッピング。このラッピングは西武園遊園地のイメージ、1960年代のあの頃の日本に合わせたもの。西武園遊園地は山口線に乗るところからすでに始まってる。びっくりするくらい短い行き違い区間を見て、だからこんな減速したのかって思いつつ、さっきすれ違った8500系の名前の由来についてもちょこっと触れよう。西武8500系の名前の由来は1985年に開通したってことと、車体の長さが 8.5 メートル、つまり8500センチメートルってところから来ているよ。
この車両の後継がもし現れたらどんな形式名になるか気になる。ま、東急の方の8500系とは対照的に置き換えの話題は一切出てこないけど、機器更新からもすでに20年くらい経ってるのに。 U 字カーブを曲がりきれば西武園遊園地駅、元遊園地西駅、奥の方には観覧車も見えてきた。この駅はやはり一面一線、まあそれ以上の設備はいらない気がするけど、こんなこじんまりとした路線、 IC カード使えるのか不安になるけど、ちゃんと対応してるよ。スイカならスイスイ。西武園遊園地、まあ当たり前な気はするけど結構な数の人が降りるよ。さすがに12時半に乗って帰る人はいない。この路線、半昭和の雰囲気が漂ってると思ったんだけど、昭和60年製だった。今は存在しない新潟鉄工所製、今でいう新潟トランシスだね。さて次の駅は玉子、私は玉も。ここの駅間は 300m しかなく、ちょっとまっすぐ行って S 字カーブを曲がれば終わり。東京の地下鉄って乗り換え 400m とかざらにあるだけにちょっと驚愕。ついでにこの 300m の間、玉子寄りのトンネルの途中で埼玉県から東京都に入るよ。ところでこの玉子駅、遊園地リニューアルでメインゲートの場所が変更されるため名称変更されたけど、1950年代から70年代までにも玉子って駅名を同じ駅で使っていたよ。去年の改名は遊園地正門からはそれるから、地名や歴史、玉子への近さとかを考えて玉子って駅名に戻ってきたって感じ。この改称は4回目。最初の駅名は村山貯水池駅、この貯水池は玉子と同じだよ。それが軍事的な理由で狭山公園前になって、それから玉子西武遊園地って移ったよ。はい、玉子到着。一面一線のホームに止まる列車は折り返しの準備を素早く済ませ、再び西武球場前へ。 SDGs は資源だけでなく時間も無駄にしない。最近流行りの SDGs って言ったけど、レオライナーは積極的に取り組んでいて、この路線は太陽光発電だけで動く、二酸化炭素がほぼ排出されないエコ路線。電車にしては日本初の取り組みで、年300トンの二酸化炭素がゼロになったとか。環境に優しいとはいえ、わざわざ遊園地行くのに乗り換えて一駅乗りたくないって人もいそうだけど、距離が短いから運賃は変わりにくいし、何より玉子で降りると超遠回りになるから乗るべき。実際国分寺方面からやってくるあの西武玉子線をはじめ、乗り換え駅での接続は考慮してるから気楽に使ってみるといいかもよ。今回の乗り換え時間はちょっとせわしない感じだけど。というわけで今日はレオライナーの動画だったよ。大手私鉄の中でも一風変わった路線だから、西武園遊園地に行くときとかにはぜひ。じゃあまたねー。